サンタマリア・マジョーレ聖堂の混流1430、ゴロ、カポディモンテ美術館マソリーノは、イタリア、ルネサンス期の画家。マゾリーノとも表記する。ゴシックとルネサンスの過渡期に位置する画家。同時大臣のマサッチオの革新性とは、対照的に、その作風は、国際ゴシック様式の流れを組んでいる。百八十三年、イタリア・アレッツォケンサン序盤にバルダルノのパニカーレディ、 レナッチという町で生まれる。本名をトンマーソディ・クリストファノ・フィーニというが、画家としては通称のマソリーノ、またはマソリーノ・ダ・パニカーレの名で呼ばれる。彼がフィレンツェの組合に画家として登録したのは1423年、つまり40歳の時である。それ以前の経歴は必ずしも明らかでないが、当時の巧妙な彫刻家、ロレンツォ・ギベルティのもで修行をしたともいう。 1424年、フェリーチェ・ブランカッチからの注文を受け、フィレンツェにあるサンタ・マリア・デル・カルミネ、聖堂・ブランカッチ・礼拝堂の壁画の制作に、弟子と推定されるマサッチオと共に取り掛かる。マソリーノは1425年から1427年頃まで、ハンガリーに滞在していたため、ブランカッチ・礼拝堂の壁画制作は中断されて、いたが、1427年に再開した。なお、 弟子と目されるマサッチオは1428年27歳に満たない若さで創生している。マソリーノはその後フィレンツェを足場としてローマや北イタリアでも制作をしている。1435年ブランダダカスティリオーネス奇教の注文で北イタリアのカスティリオーネオローナにある洗礼堂に洗礼者ヨハネデンの連作壁画を描いている。この中でも ヘロデの縁、キリストの洗礼が代表作として知られている。これらの作品は、弟子と目されるマサッチオの作品のような革新性には、欠け、遠近法の応用にもややぎごちなさが見受けられるが、平面な構図と、温和な色彩が醸し出す。静かで、叙情的な画面には見るべきものがある。フィレンツェのドゥオーモ書像の1440年の年期の、ある、個人名簿に、 マソリーノの名があることから、この年までには没していたと思われる。ありがとうございます。